ネリー・チョバヌは、モルドバの歌手。チョバヌは、ティラスポリーの音楽学校を卒業した。チョバヌは、兄弟とのデュオマスター、ダイナミットとして1993年に初めて、ステージに上がった。チョバヌは、数多くの国際的な音楽コンクールでの受賞歴を、持っている。1998年のウクライナのヤルタ98、優勝、1999年には、 ブルガリアのディスカバリーで最優秀賞。カザフスタンアルマトイのボイスオブアジアで準優勝。2000年には、ベラルーシの音楽祭、スロビックバザール優勝。ロシアのデルフィアン。ゲームズで、銅メダル。2002年には、北朝鮮の音楽祭、スプリング・オブ・エイプリルで、金賞。2003年には、ラトビア・ユールマラのニューウェーブで準優勝。ウクライナ・ハルキウの K。 シュール全国コンテストで最優秀賞、ユーロビジョンソングコンテスト2005のモルドバ国内選考で2位となった。また、ファイブスターズの審査員も務めた。チョバヌはモルドバ語、ロシア語、英語、イタリア語、朝鮮語を含む11の言語で歌う。チョバヌは、多くのロシア人や、パトリシア・カース、マイク・ボルトンなど、その他の諸国のアーティストとツアーを共にした。 2005年12月24日、娘を出産した。チョバヌは、ロシアのモスクワで行われる、ユーロビジョンソングコンテストの2009年大会に、モルドバ代表として参加する。ありがとうございます。